どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年10月版 ANA クレジットカード入会キャンペーンまとめということでやっていきたいというふうに思います。こちら毎月ね出させていただいておりますけども、ぜひね ANA カードですね入会検討されている方は参考にねしていただけたらなというふうに思います。でですね、 ANA のクレジットカードにはですねマイ友プログラムっていうのがねありますので、初めてね ANA のクレジットカード発行する方限定にはなるわけなんですけども、一般カードであればですね500マイル、ゴールドカードなら2000マイル、プラチナカードなら5500マイルがねもらえるっていう風になりますんで、こちらね ANA のねサイトで申請するわけなんですけども、こちらですね紹介者の名前と紹介番号をね入れるだけでマイルねもらうことができますんで、こちらはですね確実にね利用するようにしてください。 ANA カードね発行する際はですね周りに持ってる人ねいないか探していただいてですね、もしねいらっしゃらないっていう場合はですね私からっていうね冗談毎回言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね ANA のクレジットカードね持ってる方いらっしゃらないかですねぜひね探していただけたらなっていうふうに思います。まずですね紹介させていただくのはこちらですね、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードですけども、こちらですねいつもね紹介しているクレジットカードではないんですけども、 ANA のねクレジットカードで10月に入りましてですねキャンペーンがね始まりましたので、こちらね解説していきたいというふうに思います。またですねこちらのクレジットカードですねポイントサイトから ANA マイルにね交換する最高ポイント交換レートで交換できる東急ルートが利用できるクレジットカードという風になっておりますので、もしね発行検討されてた方はですねぜひね狙ってみていただきたいなという風に思います。まず ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードの場合は30ドルねすることができます。まずマイ友プログラムと ANA のキャンペーンですね、次にポイントサイトということで30ドルねすることができますんで、こちらもですね取りこぼさないようにしていただけたらなという風に思います。まずね年会費についてなんですけども、初年度無料、2年目以降は2000円っていう感じになっております。まずですね ANA のクレジットカードのキャンペーンですね、こちらエントリー必須という風になっておりますんで、概要欄にですね公式サイト載せておきますんで、エントリーね確実に行うようにしてください。キャンペーンの1つ目ですね、期間中 ANA に1回優勝で登場すると3000マイルがもらえるっていうキャンペーンですね。こちらのキャンペーンの期間はですね2020年の10月1日から2021年の1月31日までっていう風になりますんで、こちらの間にね ANA に優勝で1回ね登場すると3000万円がねもらえるっていったキャンペーンになります。次のキャンペーンですね、期間中20万円以上利用すると5000マイルがもらえるっていったキャンペーンになっております。こちらの期間はですね先ほどと同様で10月1日から2021年の1月31日までっていう風になっております。次にですねポイントサイトの案件ですね、こちらポイントサイトポイントインカムで1300円分でね案件が出ております。そんなにね多いポイントではないんですけども、一時はですねこちらのクレジットカードね500円ぐらいまでねポイント下がってしまいましたので、まあ、1300円でもですね個人的にはかなりいい方なのではないのかなっていうふうに思います。この1300円のポイントはですね東急ルートで ANA マイルに交換すると975マイルにね交換することができます。ですので全部を合計するとですね ANA のカードの入会ボーナスで1000マイル、マイ友プログラムで500マイル、ANA のクレジットカードキャンペーンで8000マイル、ポイントサイトの案件を東急ルートで ANA マイルに交換すると975マイルがね貯まるっていった形になりますんで、合計するとですね1万と475マイルがですね貯まるっていった形になります。こちらのね ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードですね1万マイルもらえるキャンペーンっていうのはですねかなりいい方だと思いますんで、発行検討されている方はですねぜひね狙っていただきたいなというふうに思います。それでは次にですねソラチカカードとソラチカゴールドカードですね、ソラチカカードの場合はですねマイ友プログラムと ANA のキャンペーン、JCB のキャンペーン、ポイントサイトの案件ということで40ドルねすることができますんで、こちらね取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。ではまずねソラチカゴールドカードからね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA 側のねキャンペーンについては先ほどとね同じっていうふうになるわけなんですけども、
ソラチカゴールドカードということで、ちょっとねマイル数が増えます。 ANA グループにね登場すると6000マイルがもらえるっていった形になりまして、また20万円決済するとですね5000マイルがもらえるっていう風になりますんで、合計1万1000マイルがねもらえるっていった形になります。次にですね JCB カード側のキャンペーンですね、こちらもエントリーね必須という風になっているんですけども、 JCB のねキャンペーンについてはカードが届いてからエントリーするっていった形になります。まずね新規入会と登録で3000マイル分1000ポイントがねもらえるっていった形になります。この1000ポイントに関してはですね時々ボーナスポイントということで付与されますんで、こちらに関してはですね直接交換ではなくてですね一度東急メトロポイントに経由してから ANA マイルにするとですね本来1000ポイント3000マイル分っていう風になるわけなんですけども、こちらを経由することによって交換レートね上がるっていった形になりますんで4500マイルにね交換することができるっていった形になります。このね JCB カード側のキャンペーンはですね基本的にこの時々ボーナスポイントっていう感じでね付与されますんで、こちらのねソラチカカードの高級メトロポイント経由で ANA マイルにね交換するとポイント交換レート上がりますんで、こちらですねぜひ利用するようにしてください。次にですね利用額に応じてマイルがもらえるっていった形になりまして、カード利用期間が2020年10月1日から2021年の2月の28日までっていう風になっております。でですね利用金額ともらえるマイルについてなんですけども、10万円決済で1500マイル分500ポイント50万円決済すると6000マイル分2000ポイント、100万円決済で1万5000マイル分5000ポイント、200万円以上決済すると2万4000マイル分8000ポイント、300万円以上決済で3万マイル1万ポイントっていう風になっております。こちらもですね先ほどと同様に300万円決済すると1万ポイントねもらえるっていう形になるわけなんですけども、東急メトロポイント経由でですね ANA マイルに交換するとこちら3万マイルだったものがですね4万5000マイルに、ね、なるっていう風になりますんで、こちらもですねぜひ利用するようにしてください。次にですね家族カードの入会キャンペーンで、こちら発行するとですね置き時ポイント300ポイント900マイル分がねもらえるっていった形になります。こちらに関してはですね家族カードね年会費2000円かかるわけなんですけども、ソラチカゴールドクレジットカードの場合は3年間ね年会費全額キャッシュバックっていうねキャンペーンをやっておりますんで、実質無料でね利用することができます。でもらえるマイルについてはですね本来900マイルっていう風になるわけなんですけども、東急メトロポイント経由することによって 1350ANA マイルにね交換することができます。次にですねキャッシング枠設定と10万円決済で100置き時ポイントがもらえるということで、こちらに関してもですね本来300マイルのところがですね東急メトロポイント経由でですね ANA マイルに交換すると450マイルにね交換することができます。次にですねポイントサイトの案件ですね、ポイントサイトポイントインカムで ANA JCB カードに関してはですね7500円分のね案件で出ておりますんで、ポイントインカムをね経由するだけで7500円分のねポイントがもらえるっていう風になりますんで、こちらね東急ルートでですね ANA マイルに交換すると5625ANA マイルにね交換することができます。ですんでかなりねたくさんあったと思うんですけども、こちら全部ね合計するとまずマイトモプログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、ANA のキャンペーンで1万1000マイル、JCB のキャンペーンで5万1300マイル、ポイントサイトの案件利用で5625マイル、300万円ね、決済した分を入れると3万マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になりますんで、合計すると10万と1925マイルっていった形になります。クレジットカードのね、利用額がかなりね、300万円ということで多いわけなんですけども、まあその分ですね、もらえるマイルもすごいね、たくさんもらえるっていった形になります。今後ですね高額決済をね控えている方はですねぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。次にですねソラチカカードの一般カードの方ですね、年会費が初年度無料、2年目以降2000円っていうふうになっておりまして、 ANA 側のねキャンペーンっていうのは先ほどとね同じっていうふうになるわけなんですけども、ソラチカカードの場合ですね一般カードというふうになりますんで、 ANA グループにね優勝で登場すると3000マイルがもらえます。またね20万円決済すると5000マイルっていう風になりますんで、合計ね8000マイルがもらえるっていった形になります。次にですね JCB のキャンペーンですね、新規入会と登録で300ポイント
ていうふうになりますんで、こちらね900マイル分っていうふうになるわけなんですけども、こちらもですね経由することによって 1350ANAマイルにね交換することができます。またですねクレジットカードを利用することによってマイルがもらえるっていった形になりまして、10万円以上決済で500ポイント1500マイル分、50万円決済で2000ポイント6000マイル分、100万円以上決済で5000ポイント1万5000マイル分ということで、こちらね100万円利用した場合は、5000ポイントっていう風になるわけなんですけども、先ほどからね言っている経由してね交換することによって2万2500マイルにね交換することができます。で次のキャンペーンですね、家族カード入会でオキプロキポイント300ポイント900マイル分がねもらえるということで、こちらもですね経由することによって 1350ANAマイルにね交換することができます。次にですねキャッシング枠と10万円決済で100オキドキポイントがもらえるということで、こちらはね300マイル分なんですけども、経由することによって450ANAマイルにね交換することができます。次にねポイントサイトの案件ですね。ポイントサイトの案件に関しては、先ほどのねソラチカゴールドと一緒で経由するだけでですね7500円分のポイント、東急ルートで 5625ANAマイルがね貯まるっていった形になります。こちらもですね全部合計するとですね、マイトモプログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル、 ANA のキャンペーンで8000マイル、 JCB のキャンペーンで25650マイル、ポイントサイトの案件で5625マイルということで、100万円のね決済分を入れるとですね5万と775マイルがね貯まるっていった形になります。年会費がね初年度無料でねここまで貯めれるということで、ソラチカカードの一般カードはですね相変わらずねかなりねコスパがいいのではないのかなっていうふうに思います。次にですね ANA アメックスのクレジットカードですね。こちらはですね今まで既存紹介のポイントでね紹介させていただいたわけなんですけども、先日よりですねアメックスの営業担当の方ですね連絡先、交換することができましたので、こちらの方はですね獲得マイルがね多いっていう風になっておりますんで、アメックスのね営業担当のポイントで解説ねやっていきたいという風に思います。注意点としてはですねアメックスの営業担当の場合はですね紙での申し込みという風になるわけなので、発行までですねネット入会よりかはちょっとね時間がかかるっていった形になりますんで、この点はねご了承いただければなという風に思います。まずですね ANA アメックス一般カードですね、こちら年会費が7000円、 ANA マイルね移行手数料が年間6000円かかるっていった形になっております。期間中クレジットカードね利用するとマイルがもらえるっていう風になっておりまして、3ヶ月以内に10万円決済で2000ポイント、30万円決済で4000ポイント、70万円決済で21000ポイント、決済分の70万円を入れて7000ポイントということで、さらにアメックスのね営業担当紹介を入れるとプラス3000ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、合計するとですね3万7000マイルがね獲得できるっていった形になります。ここからですね入会ボーナスとマイトモプログラムが入りますんで、合計すると3万8500マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになります。でですね ANA のキャンペーンがですね、こちらも ANA のクレジットカードということで利用することができます。 ANA グループにね優勝で登場すると3000マイル、またね20万円決済すると5000マイルがねもらえるっていった形になりますんで、合計ね8000マイルねプラスでもらえます。これね全部ね合計すると4万6500 ANA マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になります。次にですね ANA アメックスゴールドですね、年会費3万1000円、こちらに関してはですね ANA マイルへの移行手数料はありません。こちらもですね3ヶ月以内にクレジットカードを利用するとですねマイルがもらえます。10万円決済で4000ポイント、30万円決済で8000ポイント、70万円決済で34000ポイント、70万円決済分の7000ポイントとアメックスの営業担当紹介ポイントをプラス1万ポイントというふうになりますので、またここからですね入会ボーナスの2000マイル、マイトモプログラム2000マイルを入れると合計するとですね6万9000マイルにね獲得できるっていった形になります。またですね ANA アメックスゴールドですね独自キャンペーンですね、2020年度中はですね60万円決済すると1万スカイコインがねもらえるっていった形になりますんで、先ほどのクレジットカード利用のね条件と重なっておりますんで、こちらはですねクレジットカードの入会キャンペーンポイントをですね達成すると、自動でね達成できるっていった形になるわけなんですけども、合計すると6万9000マイルと1万スカイコインがねもらえるっていった形になります。でねまだ終わらないんですよね。ここからですね ANA クレジットカードのキャンペーンもね追加される
するということで、 ANA グループにですね優勝で1回登場すると6000マイル、またね20万円決済すると5000マイルがねもらえるっていう風になりますんで、全部お受けするとですね8万マイルプラス1万スカイコインがねもらえるキャンペーンっていう風になるわけなんですよね。年会費がねちょっとね高額なクレジットカードではあるわけなんですけども、70万円決済ですね8万 ANA マイルと1万スカイコインがねもらえるということで、かなりね強烈なんではないのかなっていう風に思っております。次に ANA ダイナースクレジットカードですね、年会費が27,000円、 ANA マイルにね移行手数料はかからないっていった形になります。 ANA ダイナースのねキャンペーンはですね2つから選べる特典キャンペーンということで、こちらね9月いっぱいでね1回終わったキャンペーンなんですけども、10月になってまたねキャンペーン延長したっていう感じですかね。 A コースと B コースでね分かれててるっていった形になっておりまして、 A コースの方は最大5万3000マイルはね獲得できるっていったキャンペーンになっておりまして、 B コースの場合は初年度年会費無料プラス2万マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。でこちらのキャンペーンの期間はですね2020年10月1日から2020年の11月30日申し込み分までっていう風になっておりまして、クレジットカードをですね利用するキャンペーンがあるんですけども、こちらに関してはだいたい3ヶ月ぐらいはね利用期間っていう風になっております。まずね A コースからね解説させていただきますけども、期間中に30万円決済で15,000ポイント、60万円決済で30,000ポイント、60万円の決済分6000ポイントと家族カードビジネスアカウントカードですね発行してプラス2000ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、合計で5万3000マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっております。これにですね入会ボーナスとマイトンプログラムのね紹介ポイントが入りますんで、合計すると5万7000マイルがね獲得できるっていった形になります。次にね B コースですね、期間中30万円の利用で年会費2万7000円全額キャッシュバックっていった形になります。またですね60万円決済で1万2000ポイント、60万円決済分入れて6000ポイント、家族カードとビジネスアカウント発行で2000ポイントがねもらえるっていった形になります。こちら合計するとですね2万マイル分のねポイントがもらえるっていった形になるわけなんですけども、こちら入会ボーナスとマイトンプログラムのねマイルが入りますんで、合計で2万4000マイルはね獲得できるっていった形になります。またこの ANA ダイナースのクレジットカードもですね ANA のクレジットカードという風になりますんで、 ANA グループにですね優勝で登場すると6000マイルがもらえるっていった形になりますし、また20万円決済すると5000マイルがねもらえますんで、合計するとですね1万1000マイルがもらえるっていった形になります。ですので先ほどのねA と B のコースがあったと思うんですけども、 A コースの場合は最大6万8000マイル、 B コースの場合は3万1000マイルがねもらえるっていった形になります。こちらのね ANA ダイナースのクレジットカードに関してはですねちょっと注意事項がありまして、こちらキャンペーンで解説したね家族カードとビジネスアカウントの作成でマイルがねもらえるっていうわけなんですけども、この2枚についてはですね有料っていう風になりますんで、家族カードが6,000円、ビジネスアカウントカード2,000円っていう風になりますんで、合計するとね8,000円払うっていった形になりますんで、まあもらえるマイルはね2000マイルということで結構なねマイル数がもらえるわけなんですけども、まあ8000円払ってね、まあ、2000マイルであればですね、まあ個人的にはですねこちらに関しては見送ってもいいのかなっていうふうに思っておりますんで、こちらですねよく考えてからね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね2020年10月版の ANA クレジットカード入会キャンペーンまとめということでやらせていただきましたけども、いつもね紹介させていただいているアメックスのビジネス一般カードとアメックスビジネスゴールドカードについてなんですけども、こちらに関してはですねキャンペーンが変わっておりませんので、獲得ポイントもですね一緒っていう風になりますんで、こちらのポイントについてはですね解説している動画ね概要欄に載せておきますんで、こちらね参考にしてみていただけたらなというふうに思います。今回ね紹介させていただいたキャンペーンねかなりたくさんあったと思うんですけども、個人的にはですね ANA アメックスゴールドのねクレジットカードキャンペーンがねやっぱりすごいですよね。70万円の決済で、あと ANA 登場するだけで8万マイルプラス1万スカイコインがねもらえるということですんで、かなりねお得なのではないのかなというふうに思います。ぜひね、ご検討されている方はですね、参考にしてみていただけたらなというふうに思います。
今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。